どうも、菊之進です。今日は人と比較してしまう不幸を招く比較癖の直し方を5つご紹介します。こんな人におすすめです。本当は気にしたくないのについ人のことが気になってしまう。見ても辛いだけなのになぜか自分と他人を比べてしまう。友人は幸せそうなのに自分は不幸なことばかりと思ってしまう。周りと比べて劣等感や嫉妬心を感じネガティブになってしまう。今回は人と自分を比較せずにはいられない心理や比較して落ち込まないようにする方法をお届けします。頻繁に人と自分を比べてしまい息苦しくなる人はご覧ください。それではどうぞ。1番目です。他人と自分を比較して辛くなる原因。他人と自分を比較して辛くなってしまう人とそうでない人、すなわち人と比較することも少ないし比較しても落ち込まない人との違いはどこにあるのでしょうか。結論から言いますね。それぞれの幸せに対する考え方が違うんです。前者は相対的幸福認識を重視しています。後者は絶対的幸福認識を重視しています。ただそれだけの違いです。まず相対的幸福認識とは何か。相対的幸福認識とは誰かとの比較の上に成り立つ幸せのことを言います。例えばあの人よりは自分の方が可愛い、私の彼氏の方がいい会社に勤めている、あいつより俺の方がいい車に乗っている、俺の方が役職が上で年収も高い、俺の方が技術や能力が上といった感じに他人と比べて自分はどうかで幸せを決めるのが相対的幸福認識です。周りよりも自分の方が優れているかどうか、あるいは周りよりも自分が劣っていないかという視点で自分の幸せを測ります。これは恥じることではありません。地球上のほぼ全ての人にこの欲求があると言われています。僕にもあります。それでは次に絶対的幸福認識とは何か。絶対的幸福認識とは他人や世間と比べずに自分自身で心を満たせる幸せのことを言います。例えば努力して成長している自分が好き、仲間と一緒に趣味に没頭する時間が好き、カラオケで熱唱してスッキリした、美味しいものを食べて大満足、鬼滅の刃の映画を見て涙が出たといった感じに自分の中から自然と湧き出る喜びは何かで幸せを決めるのが絶対的幸福認識です。芸能人で言えば所ジョージさんのような人ですね。自分だけの幸せの価値基準を持って生きている人は他人と比べることが少ないです。以上、簡単に2つの幸せに対する考え方を紹介しました。他人と自分を比較して辛くなってしまう人はこれらの幸せの比重を変えていくことをお勧めします。相対的幸福認識よりも絶対的幸福認識を重視してみてください。なぜ相対的幸福認識から身を引くのかというと、他人と比べることで得られる幸せはとても不安定だからです。比較した相手よりも自分の方が優れていれば優越感に浸ることができて気分がいいですが、実際のところ自分よりもお金持ちでイケメンでセンスや能力が優れた人なんて探せばいくらでもいます。そういう人が嫌でも目に入ってきたら今度は劣等感ですよね。優越感と劣等感の繰り返しで心はまるでジェットコースターのように揺さぶられて精神的にも不安定です。比較癖のある人はなるべく絶対的幸福認識を採用する生き方に変えていってみてください。この幸せは精神的にも安定し、人生の幸福度もアップさせます。次のコーナーではその具体的な方法を紹介します。2番目です。比較癖の直し方。ここでは比較癖に対する向き合い方をお話します。まずはじめに SNS で他人と自分を比較して落ち込んでしまう場合を想定します。仕事でも恋愛でもあまり自分がうまくいっていない時に周りの人のキラキラした投稿を見ているとなんだかしんどいですよね。恋人や家族との楽しい旅行期、結婚、妊娠、出産、高級ブランド品を身にまとった姿、キャリアを着々と積んでいく様子などを見ているとなんだか辛くなってきて純粋に楽しめなくなった、そんな人も多いのではないでしょうか。対処法をお話します。1番目です。 SNS は幸せ劇場であることを知る。すでに気づいている人も多いと思いますが SNS は幸せ劇場です。みんな自分たちのほんの一面を最高の瞬間だけを切り取って投稿しています。映える瞬間を何枚か撮ってその中から一番いい写真を選び加工を加えるので、傍から見ればキラキラしていて幸せそうで
順風満帆に見えるんです。でも現実は違います。本当は埃だらけの散らかった家に住んでいるのに、 SNS ではものすごく片付いておしゃれで丁寧な暮らしぶりをアピールしていたり、本当は外食中心の生活なのにいかにも毎日作っているかのように料理や食材をアップしていたり、グループのランチで写真の時だけニコニコして幸せ感満載なのに、その後はみんな無言で食べていたりと、 SNS は虚構の世界です。幸せ劇場であり幸せ自慢でまみれています。誰もが自分の中の最高の一瞬で勝負します。他人に比べて自分の方が幸せでないと気が済まないんです。マウント合戦の土俵に身を置けば精神状態はとても不安定になります。あの人に比べて勝ってる、負けてる、劣ってる、優れてる、自分はあの人よりもマシだろうか、いいねはいくつついているか、コメントはもらえたかと気になって仕方がないんです。そんなわけで比較癖を直すにはまずマウント合戦の土俵から降りてしまいましょう。他人の投稿を見ながら自分の幸せを測るスタンスは先ほど紹介した相対的幸福認識の考え方です。自分をよく見せようと思っている人が5万といる SNS の世界では結果的に劣等感を感じて辛くなることが増えてきます。周りの人がみんな自分よりも優れているように見える錯覚を起こすんです。あなたが本当に幸せを望むのなら、この幸せ劇場から身を引くことをお勧めします。2番目です。スパッとやめてしまう。他人の幸せ劇場から身を引くにはスパッとやめるのが一番です。その方がさっぱりします。放置だとついつい見てしまうからです。もちろん全て消すのではなく、大事なフォロワーだけに整理したり、見たくない人をタイムラインに出ないようにミュートしたりという方法でもいいです。SNS を一旦やめて後で再開するという時は自分ルールを作ると楽です。例えばこんな感じです。自分の気になることや好きなことを画像で検索して楽しむだけにする。癒される動画や海外スター、好きなショップだけ見る専門にする。好きな有名人やお店だけをフォローする。ファッションやインテリアなど参考にしたい人だけ見るようにする。いちいちコメントしたりいいねを押したりしない。情報収集を目的にする、などなど。こうすることで見たくないものを見ないでSNS を楽しめます。3番目です。実生活で幸せを見つける。今まで SNS に費やしていた時間を実生活に使うのも手です。何か楽しいことを探したり、生産性のあることを始めたりして自分が幸せを感じるものを見つけましょう。例えば目標を決めてダイエットをする、かねてからやりたかった資格の勉強をする、読書を楽しむ時間にする、友達や家族と過ごす時間を増やす、部屋の掃除をする、趣味を見つけるといった感じです。実生活で楽しみを見つけることは先ほど紹介した絶対的幸福認識の考え方に沿っています。他人との比較からではなく、自ら湧き上がる楽しみや喜びにフォーカスした方が幸せの質が上がるんですね。実際に SNS をやめることで幸福度が増すという研究はいくつか報告されています。デンマークの幸福度研究所では SNS を1週間やめた人たちは人生の幸福度が高くなったと報告されています。またスタンフォード大学とニューヨーク大学の研究でも SNS を1ヶ月やめた人はより幸福度が高かったという結果が出ています。ということで SNS で苦しい思いをすることが多くなってきたら、実生活で幸せを見つけていきましょう。続いて、仕事や日常生活において自分と誰かを比較して苦しくなった時の対処法をお話します。1番目です。過去の自分と比較する。会社で周りにすごい人がいてもてはやされていても意識しなくていいです。上司から〇〇さんを見てみろ、あいつはちゃんとやっているのにそれに比べて君はと嫌味を言われたとしても気にしなくていいです。先ほど SNS のところでも話しましたが、誰かの幸せ劇場に参加しても劣等感に苛まれて辛いだけです。元気がない時に他人のいいところを見ても素直によし頑張ろうとは思えないですよね。僕もそうです。ではどうしたらいいんでしょうか。他人ではなく過去の自分と比較するようにしてみてください。今の自分が過去の自分よりも進歩していればよしとします。昨日まで全く知らなかったことを知れた、昨日までできなかったことが少しでもできるようになった、昨日の自分よりも一歩前に進めた、このように考えた方が健全です。自分の成長を実感できるし、明るく前向きな気持ちでいられます。コツは目に見えるものや結果ばかりに意識を向けないことです。頑張った自分やその過程を見つめるようにしましょう。そうやって小さな喜びや幸せを積み重ねていけば自己肯定感も高まります。感情が安定し、人生で起きる様々なことをポジティブに捉えられます。2番目です。自分のためになる比較はしてもいい。
これまで他人の幸せ劇場に参加するのは良くないよと散々言ってきましたが、ちゃんとした目的がある場合は足を踏み入れてもいいです。例えば自分がこれから頑張っていきたい領域において、あの人はとても優れているから参考にしようというケースですね。仕事も恋愛もファッションも相手のいいところを参考にし真似ることで確実にステップアップできます。なのでそういう自分になるための比較は積極的に行っていきましょう。ただし心が元気な時に限ります。キラキラした相手を見て劣等感や嫉妬心を抱いても潰されないくらい元気な時です。以上です。最後まとめになります。はじめに他人と自分を比較して辛くなる原因についてお話ししました。他人と自分を比較して辛くなってしまう人は相対的幸福認識を重視しているんです。相対的幸福認識とは他人と比べて自分はどうかで幸せを決める考え方です。周りよりも自分の方が優れているかどうか、あるいは周りよりも自分が劣っていないかという視点で自分の幸せを測るため、幸せ自慢がゴロゴロいる SNS を見ていると疲れるし劣等感に苛まれやすくなります。これに対して自分の中から自然と湧き出る喜びは何かで幸せを決めるのが絶対的幸福認識でした。芸能人で言えば所ジョージさんのような人です。自分だけの幸せの価値基準を持つことで他人と比べて不幸な気持ちになることが減ります。比較癖のある人はなるべく絶対的幸福認識を採用する生き方に変えていくことをお勧めします。そうすれば精神的にも安定し人生の幸福度もアップするからです。そのためにはどうしたらいいか、比較癖を直し絶対的幸福認識の考え方を採用する5つの方法を紹介しました。まず SNS の場合、1つ目です。SNS は幸せ劇場であることを知る。 SNS は虚構の世界です。誰もが自分の中の最高の一瞬で勝負します。そのため周りの人がみんな自分よりも優れているような錯覚を起こしてしまうんです。2つ目です。スパッとやめてしまう。他人の幸せ劇場からは身を引きましょう。スパッとやめるのが一番です。その方がさっぱりします。再会するときは自分ルールを設けると楽になるよという話もしました。3つ目です。実生活で幸せを見つける。今まで SNS に費やしていた時間を別のものにかけましょう。何か楽しいことを探したり生産性のあることを始めたりして自分が幸せに感じるものを見つけるんです。続いて仕事や日常生活において、1つ目です。過去の自分と比較する。他人と比較すれば劣等感を感じ潰れることもありますが、自分と比較すれば劣等感など感じません。今の自分が過去の自分よりも進歩していれば逆に嬉しくなります。頑張った自分やその過程を見つめるようにして小さな喜びや幸せを積み重ねていけば自己肯定感も高まります。感情が安定し人生で起こる様々なことをポジティブに捉えられるようになるでしょう。二つ目です。自分のためになる比較はしてもいい。ちゃんとした目的がある場合は他人の幸せ劇場に足を踏み入れてもいいです。仕事も恋愛もファッションも相手のいいところを参考にし自分に取り入れることで確実にステップアップします。ただし心が元気な状態で比較することが条件です。以上になります。人と比べて落ち込んでしまうような場面が少しでも減らせたら嬉しく思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた、さようなら。